ロート製薬公式 YouTuber のネバスイココロです。今回の企画はネバスイココロの体力測定。ロートでは毎年体力測定をしていて、もちろん私も参加しています。ただ今年は私が YouTube をやってるということで、動画で体力測定に挑戦したいと思います。まずは体幹、参考画像はこちら。これ男性は240秒以上で20歳、女性は175秒以上で20歳、なので私も175秒以上を狙っていきます。よーいスタート。これ意外じゃないけど結構きついです。まだ40秒。気を紛らわすということで、何を考えよう。羊が1匹、あともうちょっとで3分。きつい。ネバスイココロの体感の記録190秒。イエーイ頑張りました。ということでネバスイココロは体感20歳以上、じゃあ20歳以下っていうことです。イエイ。そして椅子の座り立ちテスト、こちらです。おおすごいめっちゃ楽しそうですね。こういう風に30秒間の間で何回椅子の立ち座りができるか計測します。さっきから出てるこの方、誰かわかります？この方はクニオさんです。クニオさんを知らないんですか？ロート製薬の会長兼社長ですよ。なんと会長兼社長とコラボすることができました。私も来るとこまで来ましたね。ちなみに私がクニオさんと呼んでいるのは決して調子に乗っているわけではなく、ロートネームというものがあって、会長のロートネームがクニオさんってことなんです。そして私のロートネームはネバちゃんです。さあ余談は置いといて、この椅子の座り立ちテストはクニオさんと対決したいと思います。クニオさんの記録はなんと34回。これを超えられるように頑張ります。よーいスタート。日頃の運動不足がバレてしまいました。もっと運動せねば。今回ご紹介した通り、ロートはまず自分たちが健康じゃないと世の中を健康にできないと考え、健康経営に取り組んでいます。体力測定だけでなく運動会なども実施していて、第1回健康経営銘柄に選ばれました。いかがでしたか体力測定？皆さんも家でやってみてください。大変ですから。やっぱり久々に体を動かすっていいなって実感しました。こういう動画も今後定期的にやっていけたらなと思ってます。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンをよろしくお願いします。